さて中村さん、これは楽しみな一戦ですね。そうですね、まあ、やっぱりあのダウンとったら速やかに竹内選手、本当にこうなんかクラッシュを、あのいろんな意味で体現するような選手で、はい、あの試合自体もあのクラッシュでは約1年ぶりなので、はい、まあ、どういった試合をしてくれるのかとも楽しみですし、はい、まあ、あの大沢選手もタイトルマッチで敗れましたけど、本当にあのタイトルに挑戦するっていうことですごく人が向けたところもあると思うんで、はい、まあ、今回はこういったこう格上というかキャリアが上の選手に対してあのどういった試合を見せるのか、あのタイトルマッチまで行ったっていう経験を生かしてどう戦うのかっていうところをちょっと、はい、あの踏まえてみたいなと思いますね。青いグローブの大沢の方は小入巻選手、はい、そのパンチを主体に戦ってボクシングベースとなりますけれどもね、はい、もう今回は距離を詰めて前に出ますと宣言しました。あ、そうですか。大沢選手はすごく呼吸の読み方がうまいんで、はい、あのカウンターとかものすごくうまいですよね、合わせていくというかしっかりと見て距離をしっかりとって来たものに対してしっかり当てる。で逆に竹内選手もそうなんですよね。あの打ち合いに来てくれる選手に対してドンピシャで当てるっていうタイミング、はい、お互い呼吸持ってるんですよ。プラスこの2人は気持ちの中で相手をどこか舐めてるっていうのがあるんですよ。この2人の戦いも面白いですね。そうですね、戦前の会見でももう2人の世界全開というところでしたけれどもね。小入巻選手ご指摘のカウンターというところ大沢は特に練習してきたとコメントしています。そしてパンチのスピードと動体視力では自分は負けないという大沢、それに対して中村さんも強肩が詰めてきますね。そうですね、竹内選手パンチもあるんですけどちょっと打たれ弱いところもあるじゃないですか、はあはあ、なんでこうやっぱり相手としては行きたくなっちゃうところがあると思うんですよね。でもそうなると竹内選手と逆にまたカウンターの餌食というか、はい、なんかこうそういった部分で試合がエキサイトする選手ですよね、竹内選手って。あのノイリマサアキ戦などはもうクラッシュの歴史に残る一戦となりましたよね、はい、まあ、特にやっぱり左フックはもう本当に天下一品だと思いますね、はい、そしてこの醸し出す危険な雰囲気、赤いグローブにゴールドのトランクス、金髪の竹内。だから選手の試合見てるとすごい面白いのが、性格が本当そのまま戦いに出るんですよね。例えば大沢選手だったら、カウンターが得意ということで、はい、おそらく性格的にその受け身なんだけども実は返すっていう、多分そういう性格があって、で竹内選手はイケイケ、はい、イケイケの中でも来たものに対してドーンっていうような性格の持ち主というような感じがすごくしますよね、はい、またクラッシュがそうした選手の個性を押し出すようなリングにまたなってきていますよね。狙うか、赤いグローブの竹内サイドキックの動き、大沢は当たらないよという動きです。おお、左ダウンです。大沢の一撃効いていないという意思表示の竹内ですが、これは大丈夫か。あと11秒、まさに呼吸を読みましたよね、はい、合わせてさらに左、おお、一瞬リング下に落ちそうになった竹内、しかしそれでも逆に目をランランと輝かせている竹内ですが、第1ラウンド終了。森重誠選手に1ラウンド KO 勝利、優也選手を下し後藤克也選手に勝って前回浦部博隆のタイトルに挑戦した大沢、これは中村さんまた面白くなりました。そうですね、ここからどう立て選手が巻き返してくるのか、ね、うん、そして大沢もどう出てくるのか、とにかく前から赤いグローブ竹内の大ファンだったという大沢、これはテンプルへのパンチダウンです。今度は竹内が第2ラウンドダウンを奪い返しています。ちょっとタイミングがよくて尻もついたみたいなダウンだと思いますけどね、はい、それでも小入巻選手やっぱり竹内の拳強いんでしょうね。そういうことですよね。右のアッパーもある大沢がそれでも前に出てきます。蹴りのモーション、竹内ボディーブロー、左右ともに出してきます。大沢が前進、さらに左ハイキック、距離を取ってのパンチからローキックは竹内です。インロー、共にローを打ち合う、これもパンチへの布石か。もうこの竹内選手は本当
あのロープを背負うがリングの真ん中に立とうがどんな体勢でも戦えるっていうようなスタイルを持ってるので面白いですよね、はい、それだけに右左特に左の拳強いのが分かるボディフック、うん、一つ強振した拳は大沢そこに右左ワンツーでダウン。このラウンド大沢2度目のダウンです。中村さんちょっと心配な状態ですか。そうですね、まあ、そんなにダメージないというアピールはしてますけど、はい、うん、ちょっと、うん、まあ、多分ボディがかなり効いてるんじゃないですか、はい、あ、うん、左フック今度は大沢がダウンを奪い返しました。すごい、まだわからない。今度は竹内が尻餅をつきました。立ち上がって続行です。ダウンを奪い合っていますこのラウンド。それでも竹内前に出てくる。中村さん、あと1回ダウンを奪えばこのラウンド竹内 KO ということは間違いありません、ね、しかし大沢の目も全く死んでいない。右のストレートから左のフック、竹内には蹴りで左から入ってくる大沢、ストレートは竹内、ボディフック大沢。大沢選手のダウンは全部あの左のフックですよね。はい、ここもそれで飛び込んできます。大沢の手応えというのもあるんでしょうね。あとはまあ竹内選手が前に出てくるときにやはりガードを右のガードを下げてるっていう、はい、ところをちゃんと読んでるんでしょうね。大沢がさらに左、ここは必死の竹内、どちらのものか。リードジャブは大沢、そこにフックからボディ突き上げるパンチ竹内、最後に詰めたところで第2ラウンド終了です。踏み込んでボディとか打ってたんで、はい、意識を下に向かせてフックを狙おうとしてますよね、大沢選手は。最終ラウンドです。結果第1ラウンド第2ラウンド1回ずつダウンを奪っているのが青いグローブ大沢、第2ラウンドに2回ダウンを奪ったのが竹内、赤いグローブです。竹内選手試合は何かが起こりますね、本当に全く同感です。うそういうことなんですよね、プロとして本当に外さない試合ばっかりしてくれるんで、彼は本当プロですよね。このラウンドも何かが起こりそうな気がしますね。狂った拳と書いて竹内バックスピンキックも一つ見せてきます。さらに左からボディへ、中村さんこのチラシですね。そうですね、うん、あ、ローブローですか。あ、その前の蹴り一つ下腹部に急所に蹴りが当たってしまったようです。膝ですね、はい、膝ですか。じゃあ続けてください、いいですか。回復を待って続行です。パンチには絶対の自信があるこの2人、最終第3ラウンドです。ここは左ハイ、中村さん、さらに大沢もまた勇気を振り絞って前に出てきます。そうですね、うん、それでもフックのパンチ、竹内が前に出た、右ストレートから左、うん、ガードを壊して打ちましたね。壊してダウン、倒しました竹内です。立ち上がった、ちょっと表情が変わってきた大沢です。それでも前に出た右、竹内どうする、どう返す大沢、ワンツー、ザー左だ、これも崩れた大沢ダウン、ダメだダメだ、ここで試合ストップ。いや強肩竹内雄二、これが竹内です。
てから、余裕とか言いたかったけど結構面白い試合になっちゃって、まあ、あーうっせえよ、まあ盛り上がったからよかったっしょ、宮田頑張ってっから、まあこれからどんどんもっとでっかい大会になると思うんで、宮田をよろしく。